メルセデス・ベンツ C111 はドイツのメルセデス・ベンツが技術開発のために1960年代から1970年代に製作したコンセプトカーである。C111 フロント C111 リア研究開発内容は主にロータリーエンジン、ディーゼルエンジン、ターボチャージャーなどでプラットフォーム自体も試験対象であった。くさび型の2ドアクーペでボディカラーは ロゼワインというオレンジ系の色だった。ドアはガルウィング式で内装はレザートリム、エアコンなども装備する豪華な仕様だった。初代 C111 は1969年にフランクフルトモーターショーで初披露された。これはグラスファイバー FRP 製のボディにインジェクションを装備した3ローターロータリーエンジンを MR レイアウトで搭載したものだった。 最高出力は 280HP で最高速度は時速 260km だった。数ヶ月経った1970年のジュネーブモーターショーには2台目 C111 が出展された。これには4ローターロータリーエンジンが搭載された。最高出力は 350HP で最高速度時速 300km、0時速 100km 加速が4.8秒だった。 その後、ロータリーエンジンの開発が中止されると、今度は、ディーゼルエンジンの開発に切り替わり、1976年に C111 発のディーゼルモデル、c 1 1 1 e e が発表された。これは2台目 C111 に3.0リットル直列、5気筒ターボディーゼルエンジンを搭載したもので、最高出力は 190HP と、当時の自動車用、ディーゼルエンジンと比べはるかに、 高出力だった。1978年に発表された3代目 C111、C1113 はボディが空力を考慮して設計された。寸法は従来の C111 から変更されており、デザインも今までのくさび型から流線型のスタイルとなった。タイヤは4つともスパッツに隠され、飛行機の垂直尾翼状のリアウィングが取り付けられた。 その結果 CD 値は0.191となったが、従来の C111 の面影はほとんどなかった。エンジンは最高出力 230HP の直列5気筒ターボディーゼルが搭載された。最終的に3代目 C111 は1978年にナルドサーキットにて最高速度時速 322km を記録した。 1979年には4代目 C111、C111 砲が登場した。ボディ形状にさらなる改良が加えられ、一つだけだった垂直尾翼状のウィングが二つになり、さらに水平尾翼状のウィングが追加された。エンジンは、K、KK 形成、ツインターボ付きの 4.8LV8、500HP エンジンが搭載された。 C111 法は最高速度約時速 400km を記録し、もはや試験開発車両の域をはるかに超えた性能を備えていた。発表当初から C111 は話題を呼び、1991年には C111 の市販バージョンである C112 とともにフランクフルトモーターショーに出展されて市販化に向けた動きが進んでいたが、 オイルショックなどの影響で結局これらは市販されなかった。ありがとうございます。